お願いします。男子優勝戦一号停静岡金子義昭選手です。優勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。今回六十三号機で優質となりましたが、エンジンの仕上がりからお願いします。そうですね、もう全県からいい足でした。うん、はい。五、えー、日間昨日までは調整というのはどんなことをされましたいやもう何もしてないです。そうですかのまあ前節の人を信じてもう、うん、あの何もしてないです。はい。もう本当にご自身の気に入ってる部分というのも多々ありますか。いやまあ。 スタートがちょっとね、決めにくいんで、うん、そこを気をつけてるんですけど、どうしてもスタートが合わないんで、そこだけですそんな中で、ちょっと今日はまた2日目と同じような、風が強い状況なんですが、うそうでですすねね難しいご自身の理想の、えー、レースの展開というのは、現状まあそうですねここのインコース、難しいんで、うん、まあできれば先回りたいんですけどね、あとはスタートもあるし、起こしもあるし。うん まあ自分の力を信じて走ろうと思ってます。はい。まあ金子選手戸田に関しては自身の G1 初優勝もあったり、あとは V3 なんですけど、相性はいかがですか。そうですね。戸田さんは相性いいですね。うん、はい。いずれもイ引逃ということで、今回4度目の優勝もイ引逃となりますようにですね。はい、最後にメッセージをお願いいたします。はい、あのー、精一杯優勝できるように頑張りますんで、応援してください。 2号店は地元の中田流田選手です優勝おめでとうございます、はい、ありがとうございます、えー、今回は39号機を手にされましたが、はいえー、エンジンの仕上がり具合からお願いします出足と回り足はいいと思ってます直線は大したことないと思いますまあ結構この寒い時期とはいえ暖かかったり、はい、とてつもなく寒かったりあったと思うんですけれども、はい、節感の調整というのはある程度合わせられていると思ってます、うん、優勝戦に向けては何か使っていかれますかそうですねちょっと行き足から伸びが はいいい人と差があるように感じるんで、なるべくその差を埋められるように、はい、したいと思いますかなり朝はちょっと風が強い状況の中で、えー、ご自身、今回スタート感というのはどうなんでしょうかスタートはまあ難しいなりにはいけてると思ってます、はいうん、優勝戦2号艇となりましたが、はい、現状のレースのイメージを教えてくださいまあ、進入次第ですかね、進入動きがあるかもしれないなと思ってるんで。はい、はい えー、今年3度目の優勝がかかっていますので最後にファンの皆様にメッセージをお願いしますはい優勝目指して頑張ります3号艇地元2人目赤羽勝也選手です輸出おめでとうございますありがとうございます今回は46号機を手にされましたがまずは仕上がりからお願いします、はい、まあ、全体的に上位だと思います特徴を気に入っている部分などありますかまあ操縦のしやすさですね、うん、戸田の乗り心地はかなり大事ですよねそうですね、うん 昨日までちょっと5日間、どのようなことをされたんでしょうか、まああの天気がちょっと初日からどんどん変わってきちゃったんで、はい、まあそこを合わせるのが大変でした現状、その寒かったり暖かかったりという中で、赤羽選手自身ではコンディション的にはこっちがいいっていうのはあるんですか、まあ、特にないです、ね、そうですか、はい。そしてきょちょっと最終日、風が強くなりましたが、これらを踏まえて調整はまあちゃんとしっかり合わせるだけですね。 スタートのタイミングですが地元0対3回ありますが他もかなり安定して切れている印象がありますがご自身でではいかがですかがす自分の、まあ、戸田地元なんで、まあ、そこら辺アドバンテージで自分のいけるスタートでいきたいと思います、はい、優勝戦は3号艇となりますが、はい、まあイメージとしてはまあそうですね、枠まあ 3, まあ、3号艇は3号艇で、うん、あのいいところあるんで、はい、まあ枠は。 視聴したいですけどねわかりました、はいえー、地元に関しましては初優勝をか,かっていますそして3年半ぶりの優勝がかかっていますので最後にメッセージをお願いしますはい、えー、久しぶりに手応えあるんであのー、ぜひ応援よろしくお願いします、えー、4号艇愛知三浦洋次郎選手です優勝選手に出おめでとうございますあ,ありがとうございます40号機のエンジン仕上がりから一言お願いしますあ、あのー、エンジン自体はすごくいいと思うんですけど ちょっとあのかかりとか乗り心地とか自分が好きなところがないんで<あ>ちょっとそっち方面が足りてない感じがするのでちょっとフェアやらないとなっていう感じですという中でもあの優勝戦まで来たんですが、はいえー、まだまだご自身で求めるところがそうですねちょっと自分が欲しいところと合ってない感じがします、うんまあ、その優勝戦に向けましても今後はここの辺りをちょっとあの回転を合わせる、まあ、回す方向で合わせていって、うん まあ、関わりとか乗り心地を求めていきたいかなというふうには思ってます。まあ今回あの気温差もかなり激しかったと思うんですけどもそのあたりも調整に影響したんでしょうか、はい、そうですねちょっといいところがなかなか見つからなかったです、うんえー、スタートタイミングですがゼロ号もありますがタイミングとしてはご自身感はいかがですか、はい、とか回ってくれればまあ会ってくれればまあお越しが来るんでしやすいんですけど、はい、もう会ってこないとちょっとお越しが来なくて早お越し っていう風になってしまって、はいまあ、ダッしュ乗らなかったりするんで、まあ、ちょっとやっぱ回転合わせないとっていう感じですね優勝戦は4号艇となりましたが、引いて攻めるまあそこはちょっと心機応変に外の動きを見てという感じで戸田、2度目の優勝となったんですが、まあ、前回の悔しさもちょっとここは晴らしたいところですよね。 まあ、できるだけ今回ありがたいかなというふうには思っています。はいえー、では初優勝がかかっていますので、最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。ですね、あの展開があれば、あのつけるように頑張りたいと思います。はい、はい、え五、ー、号艇、東京沢崎裕也選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。五十一号機のエンジンの評価から一言お願いします。まあ、全体的に普通だと思います。乗り心地が特別いいかなっていう感じですね。はい。 その乗り心地はご自身でかなり気に入っていらっしゃるそうですすね、はいいいと思ま長い戦いともなって昨日までの5日間ちょっと気温の差大きかったと思うんですが、えー、調整というのはどのよううなことをされたんですかそうですすかそねで乗り心地壊さないように、えーっとまあ、特に大きなことはペラしかやってないんですけど、まあそれでなんとか戦ってこれたかなって感じですがき、はいまあ、今日は最終日ということでちょっと風もまた、えー、序盤でもあったように強く吹いていて。 この風も踏まえた上で調整の予定を教えていただきたいんですが。あ調整は、えー、っと、ま侵、あ、入がちょっとわからないんですけど、まあ、ちょっと伸び寄りに今は調整してる予定です。うん、はい。ダッシュを想定ですかねそうですね。いろいろ調整して、まあ伸びが来なかったら、スローも考えてます。スタートの勘については今回はいかがですか 3日目からは、全速でいけてるのが多いんで、うん、ある程度はつかめてます。はい。まあ、戸田に関しては、あの、今年は特にね、あの。回数乗っていらっ、いらっしゃると思うんですけども、はい、相性はいかがでしょうか。そうですね。難しいじだと思ってます。すはい。ただ、あの、どこのコースからでも、チャンスのある、そんな水面でもあるんじゃないですか。はい。はい。えー、では、2度目の優勝をか,かっています。最後に、ファンの皆様にメッセージをお願いします。ええ、はい、精一杯頑張ります。 6号艇東京後藤志選手でですすすおめととううごござざいいままありがとうございます手にされました47号機ですけれどもこのエンジンの評価から一言お願いしますちょっと初日、2日目苦戦したんですけど徐々に良くなってきて昨日の準優勝戦は一番いい状態でいけたと思います主にきの、えー、までの5日間では調整というのはどのようなことは最初伸びが弱くて伸びをつけようとしてなんか全部がなくなっちゃってたんですけど。えー 出足を求めるようにしてからは、まあ、出足がすごく良くなってなぜ、まあ、か伸びもちょっとついてきたような気がします。はいまあ、気温差もいろいろあって今日はちょっと風も強いんですがこのうの状態を維持するだけで、まあ、朝、乗って特に問題なかったのでここのままま行こうと思います。あの優勝戦のメンバーちょっとうちの方では侵入を禁止されている選手もいまして後藤選手、6号艇ですがどうされますか。 そうですね、まあ、出たとこ勝負なんで特に考えてないですけど、うん、まあスタートはどこからでも行けるように、はい、あの練習はしておいたのでそのスタートはシリーズの中盤で0台もありますがご、はい、自身の勘とは合っている感じですかまあそれもプロペラが合い出した3日目ぐらいからスタートも安定してきているので、うんはい、特に問題ないと思います。 戸田に関しては去年秋以来の優勝戦進出となりましたが、戸田の水面相性はいかがですか。うん、戸田は正直。苦手という意識がすごい強くて。うん、はい。うん。まあ、でも優勝戦乗れたんで。まあ、思いっきりレースしたいなと思います。うん、では、最高のイメージに変えていただきたいと思います。最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、やれるだけのことをやって、精一杯頑張ります。